台風情報を中心に気象は井田さんです。はい、お伝えしていますように沖縄県のご覧の地域に波浪の特別警報、宮古島地方には暴風の特別警報が発表されています。数十年に一度しかないような災害が迫っています。直ちに安全なところで身を確保するようにしてください。こちらは沖縄県宮古島市の今の様子です。風の音が聞こえます。北からの風 17.8 メートルを観測しています。大型で非常に強い台風8号は明日は猛烈な台風に発達して沖縄に最も接近する恐れがあります。暴風や高波、そして大雨や高潮に厳重に警戒をしてください。では台風の現在の位置とこの後の進路を見ていきましょう。中心の気圧は930ヘクトパスカル、中心付近の最大風速50メートル、すでに非常に強い台風です。大型となっていまして、沖縄本島や宮古島など先島諸島、すでに強風域の中に入っています。この後さらに